アラビア半島はアジアとアフリカをつなぐ場所に位置する西アジア南西の巨大な半島である。アラビア語ではアラブの島を意味するジャジーラールアラブと呼ばれている。半島としては世界最大である。漢字表記はアラビア、アラホヤ、航海、アカバ湾、アラビア海、アデン湾、ペルシア湾、オマーン湾等に囲まれており、北の付け根はイラクとヨルダンにあたる。 アラビア半島はその面積の大部分が砂漠に覆われており、半島の中央から北部にかけてはダフナ砂漠及びナフド砂漠、南東にはルブアルハリ砂漠が広がっている。一方で、半島南部から南東部にかけての沿岸地域は季節風の影響により濃厚に適した温暖湿潤気候となっている。航海沿いには南北に山脈が連なっており、最高峰は 半島南西部のナビーシワイブさんで標高は3666メートル。政治的にはサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、イエメンに分かれており、カタールとサウジアラビアの沖にバーレーンがある。サウジアラビアはアラビア半島の80%の面積を占めているが、その広大な国土の大部分は不毛な砂漠地帯であり、工作地は 全体のわずか1.4%に過ぎない。このように、アラビア半島は四方を海と砂漠に囲まれた閉鎖的な地理条件下にあったため、アラビア半島に住むアラブ人たちは、自らの居住地を島の意味を持つにて監視をつけたと呼んでおり、あるジャズイラという語はアラブ地域の代名詞として、慣習的に用いられている。 アラビアという語はアラブの土地を意味する古代イギリシャ語に由来しており、アラブという語はアラビア語を母語とするものという意味がある。しかし、これではトートロジーである。すでにローマ帝国の時からアラビア族州という名前が存在することから、それより以前からこの地域はアラビアと呼ばれていたことになる。記録ではアッカド人が彼らのことをアラビと呼んでいたことが知られており、 最も古いものでは、紀元前853年のアッシリアの碑文に書かれた非正復民リストの中にアラブの王という要領が見られる。旧約聖書の創世紀2章11節に出てくるハビラをアラビア半島とする説がある。サウジアラビア航海とホルムズ海峡過去インドエバスソラのペルシャの海、グジャラート、コモリン岬の海岸は世界デジタル図書館から、 アラビアペニスラを示す1707年からマップです。ありがとうございます。